り8年の歴史で歴代最高の売り上げを叩き出した上半期最高のトップ10メンバーキャンディー上半期表彰式、そして年間決起式の方を取り行います。2022年ホスト業界歌舞伎町、そしてグループダンディで嵐を巻き起こす集団がいた。歌舞伎町のシンボル、風林会館の頂点で広がる至高の空間、天空の大宮殿キャンディ。今年も数多の精鋭たちがキャンディ参戦を果たし、その盛り上がりは日々凄まじいものとなっている。今回2022年上半期を制したカリスマたちが登場。新たな挑戦者、ランキング常連のイケメン、多くの化学反応が巻き起こったキャンディ、まばたき厳禁。2022年上半期を制した10名が登場する。2022年キャンディ上半期売上第10位は、まあ、入ったらいいのかなけど、結構悔しい順位っていうのがあって、いろいろやりきれなかった半年間かなと思ったんですけど、まあ下半期もあってまだ来年もあるので、後半も来年1年もみんながついてきてくれる祈って、これからも頑張りますので応援もよろしくお願いします。でした。2022年キャンディー上半期売上第9位は、そしてその今日ね応援してくれた姫様方のおかげで今僕はここに立っていると思ってます。応援したいと思わせてくるこのキャンディーというお店で、この僕に価値を見出してくれたこと本当に感謝です。欲を言うなら今月、そして今年はもう少し上に行きたいなって思ってます。よいしょ。2022年キャンディー上半期売り上げ第8位は、正直ね、こういう大事なと
表彰式、今見てくれてる姫様、僕全員知ってます。全員が担当のことを応援してくれて今のキャンディーが成り立ってます。正直ね、こういうお店でナンバーワン取りたいです。このキャンディーがグループでナンバーワン取りたいなって思ってます。この慶応代表が人気のうちに、それまで僕は眠れたいなと思ってます。1億売ってキャンディーがナンバーワンになるまでまだまだやめへんで、よっしゃ。大切な目、そして大切な仲間、本当にありがとうございます。どこに誰がいようと僕は勝ちたいと思うので、僕の目標はキャンディーです、よっしゃ。風林会館最上階、天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディー。グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今、歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディー60人の豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。